ジャンクロード・エロワは、フランスの現代音楽、電子音楽の作曲家。パリ音楽院で、ダリュス・ミオーについたものの、ピアノ、室内楽、オンド・マルトの対位法では、すべて異等賞、しかし肝心の作曲で異等賞に終わり音楽院を離れる。その後、ダルム・シュタット書き現代音楽講習会で、アンリプ・スール、オリビエ・メシアン、ヘルマン・シェルヘン、カール・ハインツ・シュトックハウゼンに学び、 バーゼル音楽院では、ピエール・ブーレイズについている。前衛音楽とセリエル音楽の頂点に位置する人物から教えを受けたことから、彼の音楽は徹底して、非スタンダードで完全に商業主義から離れた後派の音響を提示している。初期のイクイバレンスでは、セリエル音楽との関連も濃いが、その後西洋音楽の常識に回帰的になり、東洋音楽の研究に没頭。 日本とインドの音楽の研究から、カマカラ、シャーンチ、学の道などを立て続きに発表。NHK 電子音楽スタジオの存在を、シュトックハウゼンと並んで世界に知らしめた。電子音響を常時必要とするため、日本での上演は、学の道以降ほとんど見られなくなっている。もともと持病があり、入退院を繰り返していたこともあって1990年代からは、 作品が激減したが、創作活動は放棄しておらず、エタ、リミテス、ウレクリスでペトラでは、久しぶりに健在を印象づけた。最近の彼の活動は、旧作の新編集に力を注いでいる。非常に、スケールの大きな描写を特徴としており、長時間にわたる緊張を聴衆に迫ることも多い。このほか、奈良弓他の日本人の演奏家とも交流がある。 ありがとうございます。